こんにちは、村上です。今回はモーションの基本ということでキーフレームを使ってこんな感じの動画を作ってみます。はい、冗談です。本当はこの動画のようにもっとスムーズにボールがこう跳ねている動画です。まあ今回はキーフレームの練習と思ってください。これができるようになるとスライドショーだったりその他応用次第でいろんな面白い映像も作れるようになりますので、今回の動画でその基礎を学んでいってみてください。はい、どうもこんにちは、村上です。ということで、まず最初にボールとなるものを作りましょう。これは別にプレミアで作っても代わりとなるものを挿入してもどちらでもいいです。プレミアで作るにはまず新規のところからレガシータイトルを選択してタイトル画面の丸の図形から球を作っていきます。まあ中心に配置しておいてこんな感じでいいでしょう。そしたらタイムラインにこのボールを挿入しておいて一番最初のところでキーフレームを打ちます。このキーフレームは数字を固定する目標のようなもので、別の場所でキーフレームの値を変えることでその数値へと物体が動くことになります。ここでは別の場所でキーフレームを打っておいてボールが下に落下するように位置の数値の Y 軸を動かしていきましょう。そしたらまた移動させて、今度はボールが跳ね上がった風に上へと移動させます。バウンドしながら徐々に跳ね上がるのがなくなっていくというこの繰り返しですね。少し動かして下に下げて、また少しだけ動かして今度は上に上げてと、これを繰り返していきます。また動かして下に下げて、そして次は上げておいて最後に下げておきます。はい、こんな感じですね。これだけだとキーフレームの速度が一定でコンピューターの動きが満載なので、この位置と書いてあるところのメニューバーを見てみましょう。するとグラフが現れると思うんですが、カックンカックンと下がっているようなグラフが出てきました。このグラフをこれからいじっていきます。一番最初のキーフレームをポチッと押すと、何やら両端にバーのようなものが出現します。このバーを動かすことで動きの抑揚をつけることができるんです。もしくは右クリックを押せばあらかじめ用意された抑揚を作ることもできます。まあ、今回はですね、実際に作っていきます。一番最初のバーを下まで下げてみましょう。するとグニャッとグラフが曲がるかと思います。このままバーを右の方へグググッと引っ張ると最後の方が山になったグラフが出来上がります。これはつまり最初の方は動きがなくて後の方で一気に動きがあるということです。見てみると固定されたボールが加速するリアルな動きが出来上がりました。そうすると次の動きとしてはボールの跳ね返りはスピードがあって、だんだんと上に行くにつれてスピードが弱まるということがイメージできますので、2つ目のキーフレームのバーは山にしておきます。はい、すると予想通りのボールの弾みの動きができます。次に3つ目のキーフレームはそのままゆっくりの速度でまた落ちていくときにスピードが上がっていく1つ目と似ているので、4つ目のキーフレームのバーのところを山にしておきます。これで一旦確認してみると、3つ目のキーフレームの部分が少し不自然なので3つ目のキーフレームのバーを両方とも下げておいて自然に落下するように調整します。はい、あとはこんな感じのピョンピョンを繰り返し設定するだけです。次第にボールの高さはバウンドしながら低くなっていきます。そしてキーフレームの間隔もボールがバウンドするほどに狭くなっていきます。最終的にはボールは地面について止まってますね。このような感じでキーフレームを打てばボールを反発させることができます。ちなみにこのキーフレームはここにある位置だけではなくて他のものでも打つことができます。例えばエフェクトパネルでブラーと検索するとブラー方向というのが出てきますので、これを適用してみましょう。するとブラーの長さというのがありますので、これでブラーが縦方向にかかるようになります。先ほどの位置のキーフレームに戻って横にある矢印を押すと次のキーフレームに移動できるんですが、移動したキーフレームのところすべてにこのブラーのキーフレームを打っておきましょう。そしたらあとは位置の時のキーフレームと同じようにこのブラーの長さもボールのバウンドごとにつけていきたいので、ブラーの長さのところのバーを押しておくことでグラフが出ます。あとは2つ目のキーフレームでブラーが次第に発生されるようにグラフのバーのところを同じように調整していきます。するとこんな感じでバウンドした時にブラーがかかるようになりますね。あとはこれを繰り返して全てのキーフレームのグラフを調整したら完成を喜んで自らを称えましょう。
もしもボールらしくバウンドするだけに飽き足らずコロコロと転がしたい場合は、今作ったこのボールをネスト化しておいて移動で右方向へと動かせば、バウンドして転がるようなボールの効果を出すことができます。はい、これで完成ということで良いのではないでしょうか。ということで今回は以上です。またわからないことや知りたいことがあればコメントをしておいてください。それではまた次回お会いしましょう。